どうも、ひよりんごです。今日はこちら和沢牧場に来ています。私ずっと指令にクリアしないと帰れないっていうのをやってみたかったんですよ。5つ中3つクリアして次のファイナルステージに進めてやっと家に帰れるという企画を本日和沢牧場さんでやっていきたいと思います。では早速行きたいと思います。頑張ります。はい、ということで遊園地エリアにやってきました。こちらで先ほど言っていた5つのミッションをクリアするべく頑張っていこうと思います。でですね、指令人がですねカメラを回してくれてるので、指令人に早速ミッションをいただきたいと思います。こちらにミッションが書いてあるので2番をやっていきたいと思います。じゃん。マーメイドパラダイスで魚の種類を10個考える。マーメイドパラダイスどこだろう。はい、ということでこちらのマーメイドパラダイスをやっていきたいんですけど、このコースターに乗ってる間に魚の名前を10個考えて、降りてから1分以内に魚の名前を書き切る、10匹書き切るっていうのが今回の指令になります。足伸ばして、はい。すごい揺れるんですね。そうですね、そこちゃん傾かないようにしっかりバランス取ってください。はい、わかりました。めちゃくちゃ揺れる。え、待って、あ、そうだ、考えないといけない魚の名前、ちょっと待って、集中ができない。集中しないといけないから、好きな魚の名前。いや、油性振ってる場合じゃないです。魚の名前でしょ。10個、アジ、サバ、サンマ。全然ダメなんだけど、集中できない。あ、見て見て、こんなとこ来た。あー、怖い。イカは違う、イカは魚じゃない。あ、もう終わっちゃう、終わっちゃう。はい、ありがとうございました。今用意、はい、はい、今行って、ダメなんだ。見てください、アジ、サバ、鮭、マグロ、アユ、ヒラメ、タチウオ、ニジマス、ホッケー、もう一個。ということで今回のミッションは失敗になります。もうこれ絶対いけると思ったのに、ちょっと乗ってるのが楽しくて集中できなかった、考えられませんでした。はい、ということで先が思いやられるんですけど、気を取り直していきたいと思います。3番にします。じゃん。観覧車で漢検2級書き、10問中5問正解する。はい、ということでこちらの観覧車が1周7分の観覧車だそうで、千葉県一の高さまで行ける観覧車がこちらになります。ちょっとね、私狭いところが少し苦手なんですけど、そんなこと言ってられないので頑張りたいと思います。お題を、はい、やっていきたいと思います。ちょっとこの空間で漢検のテストをやると思わなかったんですけど、まず1問目、煮沸。わかんない、やばい、わかんないぞ、わかんないから飛ばします。2問目、曖昧。待って、ちょっと景色楽しみたいんだけど、急がないと、意外と時間、結構上がってる。液晶テレビ、あ、これ分かりそう。せじょうってなんだっけな。頂上に来ました。頂上だ、すごい。でもすごい、なんかちょっと苦手だったんですけど、すごく景色が良くて気持ちいい。景色楽しみたいんですけど、あ、もう折り返してる、どうしよう。うわ、もう終わっちゃう。これで臨みたいと思います。はい、ということで私今目つぶってるんですけど、答えをねこちらに置いてもらってるんですよ。なので答え合わせをしていきたいと思います。せーの。え、怖い、ちょっと待って。あ、煮沸ってこれなんだ。曖昧、あ、合ってるよ。10番は勇敢。お、待って、1、2、3、4、5、6問。ミッションクリアです、やった。はい、では続いてのミッションを選びたいと思います。じゃあ4番にします。
4番開けますね。じゃん、アイスワールドで3分耐久勝負。ではこちら行きたいと思います。3分頑張ります。行ってきます。ありがとうございます。寒い、もう寒い、あれもう寒いんだけど、まだなんだけど、本当だ、待って、めっちゃ寒い、超寒い。ではミッションなのでコートも脱ぎたいと思います。寒い。3分用意スタート。寒い、めっちゃ寒い、だって凍ってるもん。でもこうやって燃え袖したらいけないと思うので、ちょっと耐えたいと思います。寒い、天井とかもめっちゃ氷になってる。ふー、寒いよ。私でも今までなんかこうクリアしてきた人生ではないんですよ。途中で諦めてしまったりとか、なんか今振り返ってみるとやめてしまったり続けることができなかったりしたことが多い気がして、なんでね、今回ちょっと自分に打ち勝ちたいっていう気持ちもあって、こういうね企画をしてみようって思いました。ただ今は帰りたいくらい寒いんですけど、ここでね諦めてしまったらいつもの自分に戻っちゃうので、ちょっと耐えたいと思います。待って、まだ1分も経ってなかった。寒い、多分ね司令人の方も寒いんですよ。でもね、付き合ってもらって寒いよ。ちょっと気を紛らわします。あー、終わりました。ちょっと出ましょう、出ましょう。あったかい、めっちゃあったかい。ありがとうございました。めちゃくちゃあったかいです。でも3分耐えたので、こちらのミッションも成功です。やった、もうめっちゃ冷たい、寒かったです。はい、ではですね、まだ寒さの余韻がとっても残ってるんですけど、次のミッション行きたいと思います。あと1個クリアすればファイナルミッションに行けます。こっち5番を引きました。射的でおもちゃを2個以上獲得する。2個、射的私やったことないんですよ、今まで人生で。ではですね、5発やって2つ獲得できるように挑戦していきたいと思います。私やったことないんだよね、どうしよう。いきます。怖い、あ、ダメだった。よし、ちょっと本気出します。全然ダメ、やばい、あと3つしかないよ。ちょっと1個ぐらい落ちてくれないかな。あ、ちょっと上なんだ。あ、待って、もう失敗できない、難しい。ちょっと待って、ちょっと上だから下、もうダメなんですけど、ちょっとでも諦めずに最後の1個までやりたいと思います。1つぐらいね持ち帰りたい。私どれにしよう、あれにしよう。ダメでした、ミッション失敗。はい、ということでミッション失敗だったので、今5個中2つクリアしてるんですけど、あと残すところ1つなので、これをクリアしないとファイナルミッションに行けないんですよ。なんで本気で頑張りたいと思います。じゃあ指令をいただきたいと思います。じゃんじゃん、マザー牧場おすすめグルメの値段を当てよ、前後プラス100円まで OK。 100円、ちょっと。はい、ということでマザー牧場おすすめのいちごミルクを食べたいと思います。これ値段、わかんないんだけど、めちゃくちゃ可愛いし、しかも本物のいちごが出ます。いただきます。めっちゃ美味しい、あ、違う、美味しさじゃないや、値段だ。でも美味しい、いちごもいただきます。うん、はい、ということでいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。でね、値段なんですけど、ちょっと食べながら考えたんですけど、いちごがね乗ってたんですよ、本物の。いくらなんだろう。でも決めました、580円。
どうでしょう。怖い。はい。500円です。500円？え、全500円だからクリアですか？500円？めっちゃ安い。嬉しい。え、ということはファイナルミッションに私行けるってことですか？あ、やったー。嬉しい。美味しかったし、これ500円でめちゃくちゃ美味しいので、来た方は皆さん食べてみてください。はい、ということでファイナルミッションなんですけど、私何やるかまだ知らないんですよ。なのでね、指令をいただきたいと思います。よし、ファイナルミッションは何だろう。じゃん、バンジージャンプを飛んだらゴール、すぐ逃げてしまう自分に打ち勝て。え、バンジー、バンジー飛ぶんですか私。え、待って、あれだ、高い。え、待って、私バンジージャンプ飛んだことないんですけど。え、はい、ということでこちらなんと7階建てぐらいから飛び降りる感覚を味わえるバンジーみたいです。こうね、近くに行くとめちゃくちゃ高く感じるんですよ。でね、ちょっと遠くにいた時は高さそんなないかなと思ったんですけど、自分がね、あそこに立つと思うとめちゃくちゃ怖いんですけど、ファイナルミッションなので頑張りたいと思います。まだなんか実感湧いてない感じがちょっとあって、上行ったらきっとやばいと思います。なんかあのミッションに自分に打ち勝てって書いてあったんですけど、なんかバンジーとかって自分が一歩踏み出さないと飛べないじゃないですか。そういうことでファイナルミッションだと思うんですけど、やっぱり私って最後の最後にやっちゃってしまったりしてきたんです今まで。なんでね、バンジー初めてなんですけど、しかもあんまり高いところとか得意じゃないんですけど、頑張りたいと思います。怖い。めっちゃ怖いです。クリアするという目標でやったんですが、私が好きな映画でもハングオーバーという映画がありまして、その中では目が覚めたら二日酔いになっていて記憶がないところからスタートします。その映画でもいろいろな手がかりや情報を集めて記憶をたどっていくんですけれども、今回もね、いろいろなミッションをしてクリアして最後のバンジーにつながってよかったなと思います。ハングオーバーの映画もすごく面白いので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。ゲオでは小中学生新規入会キャンペーンを行っております。5月12日までに入会した方に限り、旧作 DVD ブルーレイが毎日何本でもレンタル半額になるんです。私が今回紹介したハングオーバーも3作出てるので、この機会にぜひぜひ借りて見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。怖かった。